エンディングすごいドラマチックになったね。意外とそんなことないよね。バラードって早いんですよね。うんうんうん。なんかスティービーのレトリーとか聞いたら結構、うん、みんな、うん、頭からいるしみたいな、うん、そういう、ただ思ってるイメージと実際なってるやつって結構違うよっていうのあるよね。はい。まあ、君たちの演奏が成り立ってないんだよってことかなって言ってました。そういう時は僕らのきっとイメージもできてないんだろうなというか、まあそれは確かにそう、それは確かにそうだと思う。まあ、おのおのズレがあるしね。そうですよね。そう、印象が、はい、その曲に対する印象の、はい、いろいろ難しいですよね、リハ、うん、アンプの位置にもよるじゃないですか。こうどこで聴いてるかでもサウンドも違ってくるし、うん、いつも思いますけどね。だから、まあ、成り立たせれば、成り立たせて聴けば絶対いいって言ってくれると思うんですけど、本当に成り立たせられるもう一個、はい、もう一個、はい、もう一回流してもらっていい？はい、一瞬だけ、なんか一瞬だけ、なるほど、うん、どっかに入るだけでいいかなみたいな。なるほど、入れていただきたい。うん、じゃあお願いします。はい、大丈夫です、いきます。フレーズはいいですね。頭は上りきってない感じがした。はい、いるぐらいの、いるぐらいで、なんかよろしい、ディレイとかちょっとかかったようなのが、はいはい、ね、あとあとね、うっすらよぎるぐらいのやつ。そうですね、いい感じが、いいと思いますけど。いいですよね。いいよね。壮大な片思いになってきましたね。壮大、重いよね。重すごい片思い、なんか時を超えた。千年の時を超えてあなたを思い続けますみたいなぐらいな、ね、はい、普通にコードストロークのクリーンっぽい感じでも欲しい感じもしてる感じ、うんうんうん、まあ全体歪み系というかリード、あと先にソロを取っちゃいました方がいいですかね。そうかもね。この音色でいいんだったらこのまんまソロも、なるほど、この前にしてもっと前、なんかいっぱいやってもらってもいいですか。
いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。ソロは。はい。適当に何回か弾いて。この辺からでいいですか。いいねけどね。渋い感じはする、ちょっと渋い感じはどんな感じがいいんだろうね。まあまあまあ何回かやろう。はい、やべえ、どん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 ロックっぽくなってやってみよう。はい、超激しく入るパターンで。もっと早いやつが登場してもいいかなと思った。ちっちゃいピックにしようかな。これ C で終わってますよね。あーそう、結局ここで終わっちゃったんだよな。ですけどね、まあ、こうなっちゃった、こうなっちゃった。そうですね、まあ、そんなにあえて感はありますけどね、アウト終わりみたいな。いけなくはないけどでちょっとまあミックス的には意外と後ろにしちゃうかもしれないですけど、ソロあ全然いいよ。あんまり前だとなんかちょっとロックっぽすぎるような気がしたら、うん、俺的には2回目のテイクも、はい、まあありかったです、ね、じゃないって感じもあるから。2回目どれでしたっけ。これかな。そう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 、これかっこよかったですよ。